はい、今日もですけど、室内から、です。なんか、まあ、まだね、春っぽい天気が少なくて、ちょっと外で撮るのを躊躇する日が多いですけども、最近ね、アメリカのボートの話、あまりしてなかったんですけど、その辺をダラダラと気の向くままに喋ってみようと思います。いつも何喋るって考えてないんで、この時点でも何喋ろうってあんま考えてないんです。なので、まあ、話がこうどちらかってるんやと思うんですけど、そうですね。アメリカ、やっぱりこのバスボートの最大の魅力は、まあ、アメリカ製であると。ほとんど世の中の製品で、日本製の方がいいもの多いですね。いいもの多いというか、日本人に愛されるということなんでしょうけども、でもこのバスボートだけは、やはりアメリカ製ではないと、という、まあ、アメリカ製じゃないとっていうとちょっと語弊がありますけども、アメリカのもの、アメリカを感じるもので独特の魅力があると思います。まあ、例えばね、車、トヨタは、まあ、世界一の自動車メーカーですね。まあ、その次にフォルクスワーゲンとかいろいろあるんですけど、やっぱアメリカにキャデラックとか、フォードとか、GM、クレイスラー、いろいろありますけど、やっぱり、まあ、少なくとも日本に来た時に、やっぱりトヨタがいいよみたいな、まあドイツ勢一つ置いといてトヨタがいいよねみたいなとこはあると思います。まあそれはサイズ感の違いだったりとか、そのやっぱ国によって好みの違いっていうのがあるんでね。で、電化製品って見た時にやっぱりこう、まあ一時期と違ってね、アメリカの例えばウォールマートとか行くと、韓国製ね、サムスンとか多いですけど、でも一時期はもう、やっぱりシャープとソニーが圧倒的に多くて、そこはこう為替だったり色の値段の差で、変わってきてますけど、やっぱりまあ日本製っていうのは基本的に値段が同じであれば愛されるという性能を持ってるんですけど、ただこのバスボートに関してはやっぱりこう高いんですけど、アメリカ製のバスボートにしか出せないこう魅力がありますよね。で、やっぱりその、バスボートの本場、バスフィッシングの本場はアメリカだけあって、その、やっぱりどこまで行っても先を行く。この日本でね、サウザーとかは、その、国産ボートとしては非常にこう、よく似たって言ったらちょっと失礼ですけども、すごいいい味を出してる。大人が持つおもちゃとして、すごいいい味を出してる。これどこまで行ってもね、趣味のおもちゃなんですよ。で、その、例えば魚を釣る、だけでいけば、そのトーナメントをするわけでもないし、スピードを競ってるわけでもなければ、まあ、簡単に言うと昔流行った12フィートのアルミボートだったり、まあ、それ広さの問題があります。そうすると漁船とかでもね、やること同じなわけですよ。でもそこに何が加わるかというと、かっこいいということから来る欲しさ。まあ、これが全てです。まあ、世の中のものっていうのは、その、例えば、原価に対して、その、まあ、もちろん物を作るにいろんなコストがかかりますけど、そのままでしか売れないものっていうのは商品としては成立してないわけですね。そこに何らかの価値、人を魅了する価値、人が欲しがる、お金を出してでも欲しいと思う価値、買った時にそのものが成立していくと。でもそれが例えば、まあ、アメリカのブランドで、例えば、まあ、バスボートの話もしてブランドでいくとね、レンジャーやトライトンっていうのはやっぱこうずっと売れてきてるんで、まあレンジャーっていうのはね、もうすごい1970、ここまで50周年なんで、何年なんですかね、69年とか、違うか、からあるんですけど、もっと前からあるんですけど、まあトライトンは創業1998年。で、でもまあそのマーケティングのうまさがトライトンはあって、もうすぐにトップブランドに上り詰めたというようなメーカーで、で、そこからまあスキーターがあったり、フェニックスがあったり、まあもちろんナイトロがあって、ナイトロ、台数で言うとナイトロが一番売れてます。世界中の台数はナイトロは圧倒的にバスボートとしては売れてます。実はナンバーワンはナイトロですよね。それはね、まず一つは、今ちょっとここ数年で、ナイトロもその、高級路線に舵を切ったんで、値段も上がってきて変わってきてますけども、でももともとはナイトロは圧倒的に安い。例えばイタリアとかフランスとか、あっち行くと、まずナイトロなんです。それは何でかというと値段の問題ですね。で、ナイトロはアメリカではバスプロショップス、まあ通常のディーラーもありますけど、バスプロショップスが売ってて、で、まあ人の目に、釣り具を買いに行った時に、その、目に触れる機会が多いというのもアメリカで見るんです。まあプロもね、ケビン・バンダムだったり、もう、まあそうそうたるプロが
まあ、乗っててっていうのもありますけど、でもそこにそのハイクオリティ路線とレンジャーとライトンが行ったハイクオリティ路線と、もともとナイトロっていうのは例えば、Z9 とかが主力やった時にはそのアメリカでトライトンとかレンジャー、スキーターもそこに来て、6万ドルから6万5千ドルみたいな値段を250のプロ X ついたボートが、それぐらいの値段設定がされたことに、ナイトロはバスプロショップで39,900ドル、もう2万ドルから安いわけですよね。2万ドルって、今のレートで言うと220万ぐらいです。でそこにさらに240回払いみたいなファイナンスを使えたんですよ。だからバスプロショップス行ったことある人って知ってると思うんですけど、ボードの前に1ヶ月いくらですよみたいなんでびっくりするぐらい安いんですよね。どうでしょう、ナイトロ Z9 とかで多分499ドルみたいな、5万5000円とかですね、いうのがこうかかってて、あれ頭金が大きいとかボーナス払いとかあんのかなって、あそこに書いてあるんですよ。よく見ると240回払いだったんです。20年払いです。でもアメリカは結構ありますね。だん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 やっぱりこうそういうのって、その要は金融緩和の一つやと思うんですよね。長いローンを組ますことで低い支払いで物を買ってもらうというようなその政策の一つやと思うんですけど、でもクルーザーとかね、あんなんは25年払いとかありますし、例えばその僕もデトロイトのボートショーとか行きましたけど、ああいうところで海の船見ると、その時々特別です360回払い行けるみたいな話も聞いたことあります。最近もないかもしれないですけどね。そういった感じで、これ何の話か分からなくなりましたけど、でそのバスボート、やっぱりアメリカ製のバスボートにしかない魅力っていうのがあって、やっぱ日本で見てもその日本のボート、例えば須永さんのボートとかってね、性能的には優れてるんですよ。でアメリカのバスボートに負けない部分を持ってます。でもやっぱりそのアメリカ製のボートが欲しいよねっていうのはもう単純に魅力、その車でもその日米で比べるとそうですけど、そこにドイツ勢が入ってきたりとかイギリス車が入ってきたりするとやっぱりこう違うものがありますよね。その国独特のセンスというかそういうものがあって、例えばドイツ車なんてやっぱ性能も合わせて日本ですごい売れてますし、でも値段もやっぱ高いですよね。でも売れてる。 Google ホームアプリからログインしてください。なんか勝手に喋ってますけど、そういうものもあったり、でもイギリスで行くと何ですか、ジャガーとかレンジローバーとか、あの辺もやっぱ違う魅力があってすごいこう、そういうところで、バスボート、アメリカ製のバスボートっていうのはやっぱそういう本場の魅力があってあると思うんです。でメーカーで行くと、今ホワイトリバーマリングループっていうのがあって、ここも話し出すと非常に長い話になるんですけども、ヨタ話で聞き流してもらうと思って話していくと、僕の知ってる経緯だけでいくと、僕が最初トライトンと契約した時は契約だけでいくと2004年前半とかかな、3年後半4年かな、その時はね、トライトンっていうのは単独の会社です。ファウンダーはアルベンスさんっていうのはもともとボートレースの世界チャンピオンで、その人が、サマーフォードという人と組んでトライトンというボートを作ったのが一番最初。それが1990、ボート自体ができたのは1997年かな。で、1998年トライトンというブランドになって、そこから今に至るわけですけど、だから2018年で20周年やったんですね。で、トライトンで、レンジャーね、レンジャーはもう誰もが知ってる、この間亡くなりましたけど、フォレストボートさん、もうアメリカのバスボート界のレジェンドですね、フォレストボートさん。どこに行っても、フォレストボートだと、アメリカバスボート界のスーパースター、スーパースターという言い方がちょっと正しいが分かる、レジェンドですよね。もう広告の通りレジェンドです。で、バスボート業界で個人で名前が立ってる人っていうのはその2人かなと思うんですよね。フェニックス のオーナーもアメリカへ行くとそのボートデザイナーとしてというか、プロとしての側面も持ったりするので有名人ではありますけども、やっぱこうカタログに顔を出してこれ私が作ったボートですよっていうところで価値を発揮できるのはアルベンツさんと、フォレストボートさん、レンジャーの場合はね、ランディ・ホッパーだったり、キース・ダブルだったり、その2人も出てましたけど、あと
フォレストウッドの場合、奥さんもね、担うと、いつも一緒ですよね。ディーラーミーティングとかでも何度かありましたけど、いつも一緒で、もう真ん中にいてみんなから写真撮られるっていうのがその例で、まあ、それがまあバスボートの歴史でもあるというようなところでね。この間ちょっとチャンピオンの話をしましたけど、チャンピオンも創業何年か忘れましたけど、でもチャンピオンができたところにはスキーターももう終わったんですよ。でチャンピオンの、ジョン・ストーリーが初めてボートを作ろうと思った時のフレークはスキーターから取り寄せてるんで、スキーターも持ってて、まあ、だから1960年半ばから後半ぐらいがバスボートの創世期で、まあ、レンジャーもその頃にできてる。で、ホワイトリバーマリングループの話に戻すと、もともとトライトン、僕が契約したのがトライトンというのは、アール・ベンさんをファウンダーとする一つの会社。あの頃は、バス業界、超好景気。例えばもう僕が覚えてる限りの一番最初のバスマスタークラシックは、なんかね、もう円柱の水槽があって、ブワーン高い水槽がね、会場にあって、そこをバスがこう縦に泳いでるっていうのをもう忘れられない光景で、あれ何年かな、ちょっと年代をはっきり覚えてないんですけども、初めてポロッと行った時にそれを見たんですよ。いや、アメリカのバスフィッシングってすげえなと思いましたね。まあ日本も1990年ぐらいからそのバスフィッシングってだんだん広まって、やっぱバスブームがあってっていうのはありますけど、アメリカは見桁違いましたよね、そのイメージ的にね。で、まあその時に衝撃を受けて、でバスボードに興味を持って、で、まあ前々、まあまあ、仕事に至るんですけど、ね、でその頃は超攻撃で、トライトンもその創業当初はね、初期型の TR とか TR20 とかって結構走行上の問題があって、それこそね、アメリカの、プレスへの発表会みたいな時に、トライトン上下スパスに割れたみたいな話もあるぐらい、大丈夫かアルベンツみたいな記事がね結構あったんですよ。 でもその後改良して製品版としてなった時には、まあ、TR20 も TR21 もすごいいいボートで、で、まあ、爆発的に人気を誇って、トライトン単体で一番ボートを売ってた頃って、その時の当時 の, 方あの人間バリーボートって言うんですけど、もう今、まあ、トライトンからフェニックスに行って、フェニックスからケイマスに今行ってますけど、バリに聞いたところで一番多い時、トライトン単体で3500台売ってました。ナッシュビルの工場で全部作って3500台、すごいですね。毎日10台ずつ新定のバスボートの注文が来ると。でその頃他のメーカーはレンジャーとかもっと作ってたと思いますし、ナイトも作ってたと思いますし、だからそういう時代があって、でもまあ、リーマンショックだったり、なんだいろんなことがあったり、アメリカの不景気だったり、その、まあ、これはもう、その、社会構造的な話になりますけど、こう、いろいろ文化が進んでいくと、まあ、ゲームができたりとか、いろんなことができて、その、アウトドアで遊ぶ人が減ってくるっていうのにも関係してると思いますけども、それで、だんだん減っていって、リーマンショック、でリーマンショックが来た頃に、まあ、来る前ですね、だからアール・ベンツさんっていうのはすごいうまく売り抜けた人で、ブランズウィックグループ、世界最大のマリングループと言われるブランズウィックグループにトライトンが買収されたんです。でその時はトライトンだけが買収されて、やっぱそこでね、その景気が悪くなって、まあ、今も同じですけど、いろんなボートメーカーがもともと単体で仙台作ってたところに受注が300しか来なくなって700のキャパがありますよと、ほなみんな同じとこで作った方がいいんじゃないかみたいな、やっぱこう動きがあって、一旦ブランズウィックグループでも、その中でトロフィーとかも作り出したんです。例えば日本でブランズウィックっていうと、まあマーキュリーはその傘下ですし、まあ海系のブランドが多いんでね、何でしたっけ、パッと出てこないけど、日本にも代理店があるような大きいブランドが入ってて、その中にトライトンが入った。あの時トライトン売られちゃったよみたいな話だったんですけど、あれはねプラスの売りやったんですよ。トライトンというブランドがあることで、マーキュリー、ブランズウィック傘下のマーキュリーと引っ付けるとことで、トライトンはその当時でもまた2000台ぐらいをキープしてたんで、エンジンが単純に2000台売れることになるんですね。合併することのメリットっていうのはそういうところにもあって、でグループ内には、アトロッドがあったり、
いろんなブランドがまだ傘下にあるので、そこのグループ内でそのまあ物をグループ内から調達して物を作ることでより製品力の魅力の高いボートを作れるというような動きに行ったんですけども、そこから数年経って、まあ、その間にジェンマーが潰れたんですよね。確かジェンマーグループっていうのはレンジャーと、ストラトスチャンピオンを傘下に持ってジェンマーが潰れて、そこからどうしようどうしようってなってるうちに、プラチナムイクイティって言うんですけど、そのお金を出すところがあって、そこにフィッシングホールディングスという会社ができて、ホールディングスですね、持ち株会社で、その下にトライトンとレンジャーが一緒に入ってます。ストラトスも入りましたし、まあ、その当時はもうチャンピオンはそこでブランド統合されたのでなくなりましたけど、チャンピオンも入って、で初めてあれだけ FLW と BASS でやり合ってたトライトンとレンジャーが同じ参加になったんですよ。それはね、あのこれもどっかで喋ったかもしれないですけど、なかなか衝撃的な出来事で、あの現場で働いてる人もなかなか受け入れがたいと。でそこにさらにそのトライトンとしてはナッシュビルにあった工場を、要はブランズウィックグループからその今のプラチナムイクイティ、フィッシングホールディングスがトライトンというブランドを買ったわけですね。で買うとやっぱその元々持ってた、レンジャーというのはレンジャーボート LLC という会社もありますし、ウッドマニュファクチャラーズって、あれどういう区分かわからないんですけど、僕らはまた別の会社がそのフィッシングホールディングスの傘下にあって、でまあそこに要はさっきの話と同じで製造キャパが空いたところでまたトライトンを入れて、また一緒に作りましょうみたいな話になって、なんでその時は僕らももう移転が決まった時に知らされるのですぐ見に行きましたね、工場見に。その時初めて僕レンジャーの工場行ったんですよ。あ、違う、初めてじゃないか、その前に見学で一回行ったことなんですけど、まあ、あの業者として入ったのは初めてですね。要はナッシュビリのアシュランドシティブルーグラスにあったトライトンの工場から変わったんで、その時初めて作り出したんですよ。 18XS を作り出したんです、向こうで。全部一度に移るわけじゃないんで、でそれを製造工程が変わってないのか、作りが変わってないのかっていうのを見ないといけないんで、トライトンの工場ナッシュビリでやってた時っていうのはその大きいファイバーグラスをその貼っていく工法をやったんですね。でこれがトライトンのその貼るが強いメリットなんです。大きいファイバーグラスの布をモールドに貼っていって、それをまあ樹脂でどんどんこうヘラで押して貼っていくというのがトライトンの強さだったんですけど、それはね結構手間がかかる作り方やったんで、レンジャーっていうのはチョッパーガン方式ですね。こういうガンでその繊維をビューッと貼っていく、それに樹脂を塗っていくという方式で作り方が違ったんです。でそれが気になったんですけど、最初行った時はその工法、あのトライトンはトライトンの作り方という説明を受けました。でも工場の人たちはそこで作り分けるっていうのは非常に手間やったと思うんで、僕トライ、あの初めて行った時にトライトンのディーラーやってる日本でっていう話をしたら、もうトライトンなんか売らんとレンジャーやれよってむちゃくちゃ言われましたね。まあ気にはしてないですけども、その頃うちレンジャー取り扱ってないんで、ね、で作り方もただそのデッキ、まあ、バスボードで下とストリンガーで内部の骨組みがあって、その上にかぶってるんですね。でその上の部分に関してはチョッパーガン方式になったんで、それはどうなんやろなと思いながら、こう、まあ、上はそんなに強度に関係ないんでね、どうかなと思ってたところがありますけど、そんなことがあって合併されたんです。これホワイトリバーグループの説明するに非常に長いんです。でそこから数年たち、これはどういう流れかそれも一つわからないんですけど、まあこれね、急に喋ると名前が出てこないんでね、あのバスプロショップスの、創業者、名前何でしたっけ、ジョニー・モリス、ジョニー・モリスが6500億ぐらいの資産を持ってるんですね。でその資産を後ろ支えにしてるのか何なのか、投資会社がその業界再編みたいなものに動いたんだと思うんです。バスプロショップスはそれこそカベラスを買ったりとかね、今同じ参加ですか、その中でナイトロをやってるのに競合するしてたブランドであるはずのレンジャーとトライトンを同じ参加に置いて、それが
あのホワイトリバーマリングローズです。ホワイトリバーっていうのは、まあ、ご存知の人はよくご存知だと思うんですけど、全然名前が出てこない、ミズーリの、に流れてる、ミズーリアーカンソーとかに続いて流れてる川ですね、ホワイトリバーって、僕動画でちょっと見せたことがありますけど、なぜホワイトリバーと呼ばれてるかというと、朝になったらその霧が上がって水が見えなくなるんですよ。霧の川、何言ってんのかなこれ、霧で覆われた一本の大きな川ができて、それがもう見るからに白い川なんです。ホワイトリバーなんですよ。僕らディーラーミーティング行くとガストンズロッジっていうところに泊まって、それがホワイトリバーマリーヌ、ホワイトリバーのすぐ横にあるんですよ。で、まあ、朝になったら毎日そのホワイトリバーを見るわけです。でそこはね、なんか特殊な細長いボートでトラウトを釣るっていう釣りがすごいメジャーな釣りで、それもね、何回かしましたけど結構面白いです。ずっとね川なんで流れてるんで、